今回は「いたずらオウムの生活雑記を紹介しますわがままなオレ様主義なのにビビリで甘えん坊どこか憎めないオウムのロ君おもちゃ相手に縦横無尽に遊びまくりテンションアップして飼い主にガブリ服はボロボロ部屋はめちゃくちゃだけど退屈知らずでとっても楽しそうな日々読めば思わずオウムの虜になる。 魅力が満載のコミックです。初めてこの4コマに出会った時は「オウムって帰るの?」って感じでしたがオウムのロー君との日常が面白くて大好きになりました今回こうして本として形になったのはとても嬉しいです実際読んでみた感想としては まずはやっぱり全ページフルカラー白黒とかにならなくてよかったところどころリアルすぎてロうくんが怖いしグロいところがあるくらいいやそうそこも魅力。ょまとブログの頃から読んでますが相変わらずのはっちゃめちゃライフで甘えてるのか脅してるのか とにかく、かまってほしい飼い主一筋のロー君。ロー君の激しすぎる愛情表現に、あの手、この手で対抗する飼い主さんとの一心一体の攻防には、毎度笑み化されますわ。今回個人的にとても楽しめたのが、 通常のお話の合間合間にあるオウムについての雑学や普段飼い主さんが使用しているグッズなどの解説のページ一つ一つのイラストがとても丁寧に細かく描かれていてオウムを飼っていない自分でもわかりやすかったですし読み応えがありました読んでおくと通常の4コマもさらに楽しめるような気がしますちょこちょこロー君の実写 写真が出てくるのも嬉しかったです本当に読み応えありましたし今後もろうくんとの日常に期待ということで5つ星以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします。